どこにザ・ガールズ・コーナーで今回もドラゴンクエストイレブン人狼やっていきたいと思います。何やってんだろう本当にこれ。虹色の枝を探し旅を続ける桑たちは、脳に盗まれてしまった虹色の枝を求めて桑の故郷ユグノア城跡を訪れる。実の祖父だと名乗ったローから、桑は一緒に王家伝来の鎮魂の儀式をしたいと頼まれた。鎮魂の儀式を終えたクアの前に、追っ手であるデルカダール兵を率いたグレイグが現れる。マルティナは必死に抵抗してグレイグの猛攻を止め、足元が崩れ、崖下へと転落した。クアを助けるため、自ら崖を飛び降りる。その後、山小屋で目覚めたクアは、マルティナから自分がデルカダールの王子であることと、16年前の悲劇を調べ続けていたことを知らされる。共に事件を追い続けた牢や仲間たちと合流するため、クアたちは山小屋を出発するのだった。とだれで、ね、前回の続きで、山小屋から今度、今回は山小屋からスタートですね。はい。とだれ、ユグノワ城にね、向かうんだけど、そんな離れてないんだね。軽く流されたぐらいなんだって言うて。まあ、軽くはねえけど、流されてるから。でも、わけわからんとこまで飛ばされてるとかはないんだね。うま？あー、グレイブ。おー、グレイブ。お前、早くね、見つけるの。やはりな。あのようなことで死ぬとは思わなかったぞ。悪魔の声を。だとしてもよ。グレイブ。あの忌まわしき日より16年。姫様ご健在なりしはこのグレイグ妨害の喜び。しかし何故悪魔の子をかばい立てなさるのです。姫様であっても使命を邪魔なさるなら切らねばなりません。知らねえよな。もうグレイグ将軍、あなたの立場はわかります。ですが私たちにもやるべきことがあると。どうか私たちを見逃してはくれませんか。姫様、我が主君はデルカダール王のみ。主君の命令が何よりも優先されるのです。そう、相変わらずね、グレイグ。あなたの忠誠心の強さは誰よりも知ってるわ。きっと話しても分かってくれないわね。それなら殺そう。はこい。驚きました。なかなかのお手前ですぞ。16年前はただのおてんば姫であられたが、相当な修羅場をくぐり抜けたようです。そうだね。ふざけないで。戦いの最中に相手を褒めるなんて余裕のつもり。多分そうだと思うよ。待ってな、多分そうだと思うよ。もう一回はしてくれ。多分そう。いや強いな、グレイグ。姫様こそ私を甘く見ておられます。悪魔の子をかばいながら戦うなど少子千万。それで私の剣を裁けると思いか。じゃあ俺も加勢してやるよ。おい、なめんなよ。いけいけ、おいおい、いけ、動け動け、お前勇者、お前動け。姫様、今なら。ああ、ちょっと卑怯なんだな。おう、馬奪い取った。すげえ。振り落とされないように気をつけて。やる、まあ、やるやん。マルティナ姫、あなたは一体。いや、お前どうやって帰るのこっから。馬もなくしてどう帰るんやな、あいつ。ああ、いたかったいたかった、いた。もう、勝手に黙って降りてくなよ、下山を。勝手に下山すんなって、お前ら。見て、無事じゃったか、二人とも。ロー様、ご心配をおかけしました。グレイグの襲撃を受けましたが、なんとか逃げ切ることができました。ほぼマルティナのおかげです。追ってはやはり奴じゃったか。
グレイグには確かめたいことがあったが、それには及ばぬようじゃが、うん、やはり今のデルカダール王国には魔物がはびこっておると見て間違いないだろう。そうね、魔物なんか動かしたし、遥か昔栄華を誇ったとある王国は魔物が化けた関心によって滅ぼされたという。ほ、その魔物の名はなんだ、ウルノーガ。誰、わしらは長い旅の末やっとその名前にたどり着いた。あ、そうなんですか。そやつこそ遥か向かデルカダールの良いか、この世に生きる全ての者たちのためにお主はウルノーガと戦わなければならん。なるほど。邪神なきこの時代に勇者としてお主が生まれたのはそのために違いない。ほう。だがウルノーガは道にして強大、闇の力をまとった恐ろしいやつじゃ。ほう。無策でやつに立ち向かうことはできまい。ああ、ね、闇の力、私聞いたことがあります。ああ、なるほど。命の大樹には闇の力を払う何かが眠っていると。だから命の大樹を目指さなきゃいけないのか。やはりお姉様、勇者様を連れ命の大樹に行かなくては。だね。この枝を持て。この虹色の枝はかつて命の大樹の一部であったもの。やっぱそうなんだ。勇者の力を持つお主ならば大樹への道のりについて何かを知り得るやもしれぬ。よし、ペン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 。どうだ、何か見えないか。見えません。しかし何も見えなかった。何も見えないって、その枝偽物？まさかあの情報屋にガセネタ掴まされたってこと？ここまで引っ張っといて、ありえないわ。ベロニカちょっと怒り方可愛いよな。まあ仕方あるまい。これからはわしと姫も同行し、お、命の大樹への生き方を見つけるとしよう。同行するんですね。よろしく頼むぞ。お願いします。うわー、チーム入れてー、ローチームに入れてーな。いや、マルティナも入れたいな。でも正直ってか、マルティナは普通に入れてもいいと思う、強いから。ただまた新しい武器買わなきゃなんだよな、格闘系の爪とかなんかしら買わなきゃでしょ。増えたね、仲間も。どうするか、ちょっと、まあ、じゃあ一旦ね、カットするから、ここカットしまーす。パーティー入れ替えたらまた再開します。はい、ということで、メンバーはこうなりました。俺、まあ、勇者の俺と、神、ロー、マルテナの4人ですね。で、スキルポイントとか使って、そこも上げといた。けど、ちょっと あんま気に食わないやつだったから、後で、教会で変更しておきます。ん？おい、めっちゃ光ってる。すげえ光ってる。まばゆい光を発してるな。眩しい。あ、目が痛い。え？どこ？弾が6つ集まって、6つかなのかわかんないけど、6つだね。集まって道ができてんのか、道ができたのか。ちょっと何を今の、私にも見えたわよ。みんな見えたのか。天空に佇む祭壇、あと6つのオーブも見えたわね。お姉様、もしあの祭壇に6つのオーブを捧げれば命の大樹への道が開かれるということでは。まあ、ぽいね、なんとなく見た感じは。すげえ、大樹への生き方が分かっちまった。これが虹色の枝の力か。ここまで探し求めてきた甲斐があったぜ。楽しそうだね、よかったね。もうあんな持ってんのお前。あ、レッドオーブかって、こいつのことだよな。デルカダール城から盗んできたこいつにそんな意味があったとはな。ああ、
俺には俺の使い道があったんだが、そういう話ならこれはお前にやるよ。大事に使ってくれよな。レッドオーブ、そういうことか。最初のやつ、これフラグだったんだ。なんで持ってんだろう。え、ロー様、売らなくて正解でしたね。売ろうとしたのか。仮面舞踏会でもらったそのオーブ、売ろうとしたのかお前。うん、危うく真の価値も分からずロギンに変えるとこじゃったわい。ロギンってポイントね。さあ受け取るがいい。ロギンってところポイントだろうな今の。ってことは聖にはベロニカも1個持ってる。祭壇の持ってないんかい。場所は命の大樹の真下。おそらく始祖の森と呼ばれる秘境じゃろう。秘境か。道は決まったな。残り4つのオーブを集め、始祖の森にある祭壇に捧げるのじゃ。なるほど。残り4つのオーブ。でも一体どこから探せば。あなた方は持ってないんですね。オーブといえば、子供の頃海底に沈んだオーブがあるって聞いたけど、そんなの雲をつかむような話だしね。うん、確かに。とにかく今手がかりがない。世界中くまなく回って情報を集めるほかなさそうだな。そうだね。うん、世界中をくまなく回るにはまずソルティコの町にある水門を抜け外界へと出るのがいいじゃろう。ソルティコの町。ソルティコはダーハルーネの町から船で北西へ進めばたどり着けるはずじゃ。ダーハルーネから北西。幸いソルティコの町にはジエゴという知り合いの領主がおる。顔広。わしが頼めば心よく水門を開けてくれるじゃろうって。顔広いなアローさん。どうしたシルビア。よし、それではオーブ探しの旅に出るぞ。ウルノーガを倒すため6つのオーブを。シルビアどうした。シルビア俺気になるんだけど。ちょっと待って待って、でもいないんだよなパーティーに。でダーハルーの町にまず行くのか。飛びまーす。はい、ルーラー、はい、ゴールーラーで飛ぼうぜ。えい、楽レベル上げは後で、ちょっと疑問なんです。あのさ、まあ、ちょい前の動画で、通ったと思うんだけど、なんか光ってるさ、海底見た？あ、はや、出んの。海が光ってるところあったじゃん。どこだったか覚えてないけど。あ、あれだ。わかるかな？光ってるところがあったんだけど、そこ行きたいんだよね、俺、正直。絶対なんかある。あそこ絶対回転沈んだオーブのやつでしょあれ。あれ絶対そうだよ。回転沈んだオーブの話のところでしょあれ。あそこ。まあまあとりあえず物語に進めようか。ソリティコの街に行くのか。青いなお前ら。道は虫か？あ、スライムライダーじゃなくて、あ、なんだっけお前。すげえ逃げられるんだけど。レベル上げすぎた、もしかして。これまたまたレベル上げすぎ、なんかお前ら多くね。お前ら多くないかね。群生じゃん、ここ。え、お前らの群生じゃん。えぐいぐらい生えてんだけど。すげえなんか、あ、カジノ！番外編でカジノ編作ろうかな、動画。ああ、私ちょっと花摘みしてくるわ。あっちに綺麗な花畑があったのよ。町の外で待ってるから終わったら呼んでね。何？どうした？シルビア。一体どうしたのかしら。シルビアさんたら急に挙動不審だぞ、かなり。ディエゴ殿はこの町で一番大きな屋敷にいるぞ。では行くとしよう。まあまあいいけど。そうそう、
わしがイグノアの前王であることはジエゴ殿には伏せてあるんじゃ。バレると何かと面倒じゃからの。ここでは旅人の牢としておる。そんなわけでそのように話を合わせてくれ。よろしく頼むぞい。オッケー、旅人の牢ね。どうだ、一番そいつこの場所の一番大きな屋敷、あそこがジヘゴの屋敷だったわ。勝手に入っていいのこれ。本当に勝手に入っていいのこのズカズカ。怪しい、あ、不安だよな。カジノのオーナーっぽいやつおる。多分羊だろうけど。これはこれは、ロー様、お久しゅうございますな。今日はお連れの方もお見えで。セザール殿もお元気そうで何よりじゃ。ところでジエゴ殿に用があるんじゃが、おるかの。あいにくですが、ご主人様はデルコダーに剣術の講義に出向いておりまして。最悪だ。しばらくご不在です。それは残念じゃの。各地の歴史や文化について久しぶりにまた語り合いたかったんじゃがな。もう事件が起きる予感しかしない。ロー様の見識の広さにご主人様は感銘を受けておられました。ロー様と会える日を楽しみにしておられましたよ。あー、もう嫌な予感する俺すでに。では話はまた次の機会にするとして、ジエゴ殿がいないのであれば代わりにセザール殿に頼むとしや。実はさらなる見聞を広めるために外界に出ようと思っておってな。水門を開けてほしいんじゃが、頼めるかの。もちろんでございます。他ならぬ老様の頼みを断っては私がご主人様に怒られてしまいますよ。あ、よかったよかった。それでは私が水門を開けておきますので、皆様は船に乗って水門の前で待っていてくださいまし。でもね、俺事件が起きる予感がする。片付けないの、セザール殿。ジエゴ殿にもよろしく伝えてください。怖い。だって何も起きなかったらもう、だってもうこれでこの町終わりってことになっちゃうでしょ。そんなうまくいくかね。てか町をここだけの道しかさ進まずに終わるなんてことある。まあそもそも俺はそうさせないためにまず武器を買いに行きたいと思います。そして動画時間を引き延ばすためにここはカットしません。みんな見てください。お金全然なかった。あ、最悪だ、全然ない。探検買いたいけど全然ないわ。お金がもう、金が全然ない。動画外で俺貯めてないからな、ちょっと。てかさ、マルティネの爪買いたかったんだけど、爪が売ってないんだけど。あ、あんのか。さすがにあるよな。いや、でもさ、ちょっと待って。俺嫌な予感するわ。いや、こんなあっさり終わんないでしょ。マジで言ってる？この街こんなあっさり終わると俺思わないんだけど、さすがに。まあ、ちょっと船乗って待ってるかって言っても、どこ船？船のソルティコの街のそばにある。ソルッチャ運河に入ろう。あー、今一回じゃ出なきゃダメなのか。マジ？終わるかね、そんなすぐこの、あ、銀融詩人。いや、マジ言ってる？ほんと？そんなすぐ終わる？これ。で？どこだ？水門開けるっつったけどさ、どこのことなんかね。もうね、俺は正直一個だけちょっと思ってることがあるんだよ。シャープ1に登場したさ、あの女の子いたじゃん。名前はちょ、あのもううろ覚えなんだけど、
スカーフの女の子ね。あの子がもう一回再登場してくれないか、俺はちょっとずっとウキウキしながらゲームをプレイし続けてるんだけどさ。あの子ってもう出ないの？船でっか。で、こっち？こっ、回って。ここか。あー、なるほど。これで外界に出られるのか、ここ開いたら。そういうことか。だからここ開くのか。ねえ、でかくない？え、マジでこんなあっさりいっちゃうの？怖っ。おお、見ろ、セザール殿じゃ。みんなで礼を言うたしよう。シルビアが入りたがらなかったのも気になるしさ。あ、なに、おや、あの方は。何？え、どんな関係があるのって。本当にこんなあっさり終わっちゃっていいのか。いや、でもこれでついに外の海に出るんだね。かわいいドラゴスライム。しかし今は戦いません。今は戦いません。あー、めんどくせ。くそ、もうもうムカついた。くそ、ムカつくわ。もうもう倒すわ。もうムカついた。待って、作戦を、はい、全員命令させます。さあ行くぞい。取れ、せい。すでよっぽ。まあ打撃系のキャラじゃないしな。まあ、ほっぺとかは。ソウル系は、ソウル魔法使うよね。やっぱ怪しいよな、あの光。何これ、明らかに怪しい何かがある。ん？あ、シルビアが運転してるんだ。もう何なのこの霧、何にも見えやしない。何、本当だよ。何これ。シルビア、どうした。わからないわ、急に霧が出てきたの。気味が悪い。全速力で抜けるわよ。大丈夫？そんなことして。リコイな、嫌な予感しかしない。光じゃ、霧が晴れるぞ。ああ、よかったよかった。ここは一体ど、どうした。おお、え、あ、降りるんだ。足の力が及ばないばかりに船が乗り出し、いや、シルビアがどっちかって操縦してた気がするけどね。でも乗り上げちゃったんだ。乗り上げてない気がするんだけど。あ、まあ、でも、出れないのかな、ね、うん。改造散々調べてきて、この場所のことはどこにも書かれていない。早くおさらばしたいけど、船が乗り上げちゃって船が出せない。なんだよ、感するね。風も吹かなければ波一つ立たない。確かに。なんだここ。綺麗な場所ですよね。子供の頃読んだおとぎ話の絵本にこんな景色が書かれていました。お、セニア、それヒントだぞ。セニア、それかなりヒントな気がするんだけど、俺だけそれ。なんもないとかね、行くわ。そのとこに長いわよ。さっさとオーブ探しに行きたいんだけどさ。船が。不思議なところ。まるで幻のようだわ。ねえ。マヌーサかな。うわ、機内、機内なの。誰、人形。なんかごめん。何よ、驚かせないでよね。それにお姉さん、
人の顔を見てため息なんて失礼よ。まあまあそれはそう、正論。ため息つかなきゃいいって話じゃないのよ。え？やっぱ人魚だね。やっぱ人魚だわ。想像通りの人魚だったわ。あなた、まさか人魚？あら、あなたは叫ばないのね。私を捕まえようとしないし、珍しい人、機内と一緒ね。いや、こいつ基本無口なんですよ。驚かせてごめんなさい。私はロミア。機内が来てくれたのかと思って、つい飛び出してしまったの。誰かは知らないけど、そうなんだね。びっくり。人魚って本当にいたのね。あと、それはまあ置いといて、機内って一体誰のこと？機内はナギムナー村に住む人間の漁師。私はこの入り江で彼を待っているの。私たち結婚の約束をしたんです。何、アリエル？結婚？人間と人魚が？そんな話聞いたことないわ。そうね、私も最初はそんな約束叶いこないと思ってた。私たち人魚には掟があるから。やっぱアリエル？陸に上がった人魚は再び海に戻るとき泡となり消える。私たち人魚は海を離れて生きられない。あ、でもそれを知った機内はね、私のために海底で暮らすと言ってくれたの。なるほどね。海底王国の女王様も許してくださったわ。それは許すんだ。なんだか夢みたいなお話。素敵ね、ロミア。でもあれは、でもそいつは、でも機内が来ないの。一緒に海底王国へ行こうってこの入り江で待ち合わせをしたのに。かわいそうやな。機内が約束を破るなんて一度もなかった。彼の身に何かあったのかも。そう考えると夜も眠れなくて。やっぱ夜眠ってるんだね。あの、失礼を承知でお願いがあります。機内の様子を見てきていただけませんか？私にできることなら何でもします。オーブください。もしくは船を出してください。人魚の住む海底王国か。あ、ベルニカがいつオーブじゃない？うん、ロミア、あなたの頼みを聞いてあげるから、なんとかして私たちを海底王国に連れて行ってくれない？はい、お安い御用です。あなた方の船を人魚に伝わる秘宝で海に潜れるようにして差し上げます。そんなことできんの？海底王国に行けば海底に沈んだオーブの手がかりが得られるかもしれないわ。うん、ロミアの頼みを聞いてあげましょう。オッケー、やろう。ありがとうございます。機内の住んでいるナギムナー村は遥か東のおむすび山地の海岸にあります。遥か東なのか。迷わないようあなたの地図に印をつけておきました。ありがとう。勝手に、いつの間に。どうか機内を見つけ出してくださいね。まあ、死んでるかもしれないけど。荒波のように男らしく、潮風のように爽やかで、海のようにおおらかな漁師が機内です。死んでないかな。いやだ、私から。機内には言わないでくださいね。全部言っとくわ。どうやって出ろと、この海を。人魚さん、問題解決。ああ、なんちゅうところだよ。この場所のこと知られないでください。彼らの中に人魚を嫌う人がいるらしいな。ああ。船乗れんの？え？あ、もう治ったんですか、船。早いですね。ああ、やっぱ動かしてくれたんだ。行こう。うわあ。あ、本当は印ついてる。遠いねー。すげー遠いじゃん。めんどくせー。カットしていい？ここカットしまということで、
なぎむら村の船着き場に着いたんだけど、動画時間もいい感じなんで、これで終わりたいと思います。また次回の動画でお会いしましょう。もしこれが楽しんでいただけたら高評価チャンネル登録よろしくお願いします。ということでお疲れ様でした。おっつ